今回は iPad 版 Photoshop で画面の一部をぼかす方法をご紹介します。さあ例えばですね、まあ、こうした車のナンバーとか、まあ、これも廃車にした車なんで出しちゃってもいいんですけど、まあ、車のナンバーとかあと人の顔とかですね、そういうのをプライバシーへの配慮からぼかしたいって時あると思います。それをですねナチュラルに仕上げつつ、後戻りもできるような方法でやってみましょう。じゃあですね今これ写真を開いただけの状態ですが、これをですねこの部分タップして、レイヤーを複製っていうところですね、レイヤーを複製、これをタップします。そうするとこの部分見ていただくとレイヤーがですね2枚になってます。はい、そしたら上のレイヤーですね選ばれている状態で、ここの部分ですね、この電気みたいなマークがあるここを開けてやると、フィルターと補正、この項目出てくるのでぼかしガウスですねこれかけてあります。全体ぼやけるけど気にせずにやります。で例えばナンバーならナンバーが見えないレベルまではい、ぼかしてあげます。そして完了します。はい、そしたらですね今上にぼかしがかかってて下にぼけてない写真がある状態ですね。はい、じゃあこの状態でこのですねぼかしをかけたレイヤー、ここにレイヤーマスクを追加してあります。ここにあるこの日の丸みたいなアイコンですね、これタップしてやるとはい真っ白になったけど、これがですねレイヤーマスクというものが追加されてます。はい、そしたらですね、ここ大事です。このレイヤーマスクをですね選んでる状態でまた同じフィルターと補正から反転ですね、反転を選んでやると、見えなくなりましたね、ボケてるとこ見えなくなって、でマスクは黒くなってます。このレイヤーマスクは黒だとそのレイヤーが見えない状態で白に近づくほど見える状態ということになります。はい、じゃあですねここ選んだままで今度はブラシですね、ここのブラシツール、これを選んでで描画色ですね白にしましょう。はい、でブラシのサイズ、まあ、適度に調整してあげて、でこれ不透明度ですね、まあ、あんまり低いとちょっとやりづらいので、まあ、そこそこ高めぐらいにしてですね、はい、でブラシはまあソフトにしておきましょう。はい、こんな状態でじゃあちょっと拡大してこのナンバーのですね隠したいところこれ塗っていきます。そうするとさささささっとですねこんな感じにぼけていきます。はい、これ不透明度の設定によってですねどれぐらい一気に消えるか決まってくるんですけど、こんな感じで細かくですねぼかしたいところだけを塗っていけばそこだけぼかすことができるというわけですね。まあ、下が見えちゃうように気をつけてですね。はい、こんな風に塗ることができます。で、これですね。まあ、この例えばエンブレムなんかもぼかすとすると、この周りがカチッとしないので、ふわっとですね、自然な感じでぼかすことができるという、こういう良さがあります。はい、で、この方法のいいところは、後にすぐ戻せます。はい、あと戻したいときにはこのブラシの描画色ですね、さっき白だったのをこれ黒にしてやります。はい、黒にして一回消したとこですね塗ってやると今度は下の写真が出てきます。はい、こんな風にですねいつでも復活させることもできる、白で塗るとどんどんボケていって黒で塗るとこんな風にまた出てくるというですね、簡単な使い方ができます。このレイヤーマスクですね、フォトショップを使う上では、合成であるとかこういった部分的に効果を適用する、そういう時に非常に便利なのでぜひとも覚えておいてください。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。